じゃあ行くぞ。はい。ウォーケットラウォーケットラウォーケットラ決めてくれウォーケットラウォーケットラウォーケットラ決めてくれチャンスチャンスチャンスだオーゼブラさあゴールを決めてくれオッケーオッケーオッケーおいとこうだいいってだろうね。もう誰かいるかな。いや、遠藤、30番。30番が一応フォワードトークだけど、でも美濃だって昔グルージャの時はフォワード扱いじゃなかったかい。あーやーん。ショーター、阿部ショーター、阿部ショーター。オーペショット本能決定的じゃなかったんだそう、今1-0だっけいや2-0熊谷文字と佐藤明夫のミドルこれで2点おお。はい。上条直也、カエルの人、じゃないかな。これペンネムラスミ。やっぱりじゃないかなっていうか俺愛媛行ったことないからねその上条さんって人のことについてはあんまり分かんないんだけどI'm
言うとさ、本郷言うとがドリブル。でも強引に持ち込みすぎだよな。おーい、あー捉えた。おー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 、今平野、ただいまの得点は小林トーレ女川18番平野正幸選手の得点でした。これで0対3でコバウトーレ小永がリードしております。よし来い。うん、これはさすがにやっぱり基本技術の差ですかね。この辺は完全に見てると、そうというかもうコバもね、仙台大とかまあ文字は富士大ですけど、仙台大 OB が結構多くて、プラスまあ秋代とかのような、ね、東北リーグを知ってる人も、まあ、文字は富士大だからこのピッチはもう上の庭みたいなところですし、それに、うん、こっちもねフォワードできるフォワード器をねもう2列目からだって配置してるけどね、正直は向かい風、もうこの後はここに向かい風で打たれた。おー長川には負けられない、押し込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。おー長川には負けられない、押し込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。手出せって新人の阿部翔太、高卒1年生な。これ残酷っていうかさ、こうしたらいい経験にはなると思うけどさ、そういえばキーパーといえば元ブランデューの、あブランデューの人もあれも元バンザの控えキーパーだったな、あの山田健二の山口って確か。おーい、ここ山行く、ゴーリック
ケイタとかケンユーとかいないから、今日ディフェンス。ケンユーベンチ。やっぱり小赤澤ケイタと藤場ケンユーの代わりっていうのは難しいからな、これ。ミノルからダメだ。ミノル！ミノル！ミノル！森くんね、新曲っていうかできたんで、あれけじめってどっちがカバーしたんやっけ、どっちのリーダーがカバーしたんやっけ、あれ金箔騎士団どっちのリーダーだっけ、知らない、うん、カバーしたはずなんだよ、どっちかが。おいやん、グルージェ勝ったみたいだね、うん、初勝利、初勝利、やった。ああ、ただいま速報でございます。グルージェ盛岡初勝利でございます。やっぱり栃木戦でね、引き分けに追いついたんでね、もしかしたらと思ったんですけど、ホームで一勝あげました。こっから行かないと。なんな？3-0だってかな。4-0っていうのはさっき今のこの試合の速報か。書いてないね。こっちもなんとか留飲が下がった感じですね。高台に完全にマークもう入っちゃう、高台マークされてんだからさ、もっと高台のとこにもう一人ね、アッキーなりミノルなりね、サポート行かないとダメだよ。リックンが何のためにいるん、フォワードを変えてんだか考えなきゃダメ、俺思うに、うん、そう、あの土井と、まあ言ってみれば土井とまあやめちゃったけど高瀬みたいなツートップガバだった、そういう感じだよな、亮太とどっちかな、そう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 いう感じ、亮太とアキラみたいなもんで、まあ今で言うと、まあ、ヒョイルとウンヒョンも形としては、あ、でもヒョイルそんな高くないよね、2列目の左で、うん、あんまりもうあいつは足おかしくてダメなんじゃないかな、なんかうまく足が動かないっけね、うん、まあ練習もそんなにしないだろうから、だから今今日はウンヒョンバカ好きだったけど、うん、右にいたあの阿部くん、新しいの、うん、あれがもうちょっと前で絡んでこないと、まだやっぱりあのあれで頑張れってわけだね、本来不思議と、おお、3-0だ、おいです。八戸は旦那、はい、グルージャ、YS30 YSCC、バンナーレ、バンナーレ1-1、ホンダ FC、ホンダ
ダ F バだから本当は FC までつけないとね、 JFL ファンって言うとロックと、ほら特に俺のなんかだとホンダって言うとね、ロックの方に書かれるかもしれないから。でロックはロックって言わない、ロックはロックって言うけどね、ロック宮崎とか、または宮ロック HL 宮崎とかね。あ、よし、チャンスチャンスチャンスだ、オーゼブロー、さあ、あ、ゴールを決めてくれ。今日マルカンに行ったの？いや、マルカンに行く予定だったんだけど、うん、俺がほら街中に最初入った時に駐車場のところで食堂90分待ちってあったんですよ、うん、ダメだよ、もう行けないよ、本当に待たないと、うん、そこまで待つ根性ないよ俺、うん、だよな、俺だってね、昼やっぱりもうそれは平日のね、昼下がりに行った方がいい。そういう平日も昼頃はね、アウトだから、うん、平日のね、2時とか3時、そう、そんな日に食事したくね。うん、さあ、うん、でも、あ、コバウトール早くもこれ交代用意するな。誰だ、高橋か、高橋浩二か、よし、おー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 、やれ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 、ここちょっと高則が来たから、リクか、はい、おおお、あ、ここで交代か、選手の交代をお知らせいたします。コバルトーレ小田川26番本郷優斗選手に代わり22番高橋浩二選手が入ります。青森山田高校出身、あの高知って山田から仙台大っていう、だから昔のあの今いないけど岩中にいた中谷とかあの辺みたいな名前だな。あとはいわゆるレオナルドとかの世代よりはまあ若いはずだけど、柴崎とあたりの世代かな、くしびき弟のくしびき兄弟とか。選手の交代をさせ、この金田も結構俺東北ここだったかな、コバルトーレ小田川選手の交代をお知らせいたします。10番池田光輝選手に代わり19番金田俊博選手が入ります。おい、
おおおお。ここは向かい風いくか。はい、おお長川には負けられない。年込めて戦え。向かい風に立ち向かえ。森岡ゼブラ。おー縄には負けられない。年込めて戦え。向かい風に立ち向かえ。森岡ゼブラ。おー長川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 には負けられない。年込めて戦え。向かい風に立ち向かえ。森岡ゼブラ。